毎年10月に行われるドラフト会議。事前の情報で注目される候補生が次々と名前を呼ばれていく中、注目を浴びなかった選手たちが育成選手として最も後半でひっそりと名前を呼ばれていく光景は誰しも見たことがあると思います。しかしその育成選手の名前を覚えていますか？注目されていなかった選手が一軍のグラウンドで躍動し、誰だこれと思って名前を調べてみたら育成枠での獲得であったと気づき、驚くファンの方もいると思います。今回はそんな育成枠から成り上がり主力として活躍している選手たちをご紹介しようと思います。まず育成枠選手というのは、平たく言えば支配下、つまり一軍で活躍できるプロ選手たちの枠に入らなかった選手たちのことを言います。現在その枠は1チーム70人までと決められていて、その枠を超える選手は登録できないようになっており、背番号も2桁ではなく3桁になります。つまりプロ野球の世界はゴリゴリの競争社会ということです。その70人の枠に入るために育成枠として獲得された選手たちは、来る日のために日夜汗を流し体を鍛え、野球技術の向上を目指しています。ただその可能性はあまり高くなく、一軍で活躍できる割合はおよそ 26% と言われています。その 26% を掴んだ選手たちは一体どのような選手なのでしょうか？甲斐拓也。小学生の頃からお兄さんの影響で野球を始めた甲斐選手は、2010年のドラフト会議でソフトバンクから育成ドラフト6位で指名されました。もともとプロを目指すつもりはなく、就職か進学かを悩んでいた甲斐選手ですが、陽子館高校野球部監督の宮地弘明さんがソフトバンクのスカウトに連絡を入れ、甲斐選手を一度見てもらうようにと志願。すると甲斐選手のスローイング技術がプロでも通用すると評価されたことと、翌年からソフトバンクが3軍制度を導入するタイミングが重なったこともあり、甲斐選手を育成枠で獲得することになりました。しかし3軍制度を導入してすぐのソフトバンクには育成選手がたくさんいる状態で、ライバルは非常に多かったようです。そんな中、甲斐選手は先輩ピッチャーに体が小さくて投げづらいという心ない言葉を投げかけられてしまいます。毎年多くの選手が戦力外通告を受け、チームを去っていく光景を目の当たりに、次は自分かもしれないと気が気ではないオフを過ごし続けました。そんな中、心の支えになっていたのは母親の存在でした。もともと母子家庭であった甲斐選手は、母親になら何でも相談できたそうで、野球自体も母親のためにと取り組み、誰よりも早く起きて誰よりも遅くまで練習に明け暮れました。そんな努力が実り、入団3年目、その背番号はついに2桁へ。少しずつ少しずつ、甲斐選手は成長していきました。2013年に支配下登録され、2014年にわずか1試合だけの1軍戦、2016年に1軍戦13試合に登板、そして2017年、一気にブレイクを果たします。開幕1軍を勝ち取り、初めてのスタメンマスクをかぶり、そのシーズンで103試合に出場。育成枠選手として初めてベストナインとゴールデングラブ賞を獲得。2018年に133試合フル出場を果たし、甲斐選手の代名詞でもある甲斐キャノンが日本シリーズで脚光を浴びました。2019年には同じ育成枠出身である千賀滉大選手とノーヒットノーランを達成。自身初となる2桁本塁打を記録し、城島健司さん以来の耐え抜き捕手、1億円プレイヤーの仲間入りを果たしました。野球を続けることすら考えていなかった甲斐選手は、見事にホークスの正捕手としてプロ野球で夢をつかんだのでした。西野雄二。時速150キロを超える速球と決め球のフォークを武器にする西野選手。中学の頃は学力優秀で、進学校である高岡高校へ進路を進められるも、5歳から始めていた野球を続けたいと思い、野球強豪校である新湊高等学校へ進学し、1年の夏から投手へと転向します。学校へは自転車で1時間もかかる距離を毎日通い、3年生になった西野選手は春の県大会でベスト8入り、野球専門誌で富山県の注目選手として紹介されました。3年生の夏、エースとして富山県大会の決勝まで進みますが、決勝戦で高岡商業に2対3で惜しくも敗北。通算で甲子園への出場はありませんでした。
新湊高校の野球部監督から東洋大学への進学を勧められていましたが、進学を一切考えておらず、プロ志願届を提出。2008年のドラフト会議でロッテから育成ドラフト5位で指名を受け、支度金100万、年俸240万という育成選手最低年俸で契約を交わしました。育成選手期間で2勝7敗、防御率 3.17 という成績を残した西野選手は、2012年シーズンオフに支配下登録、年俸440万、背番号67で契約。育成選手には契約期間は原則として3年間という規則があるため、前年度に再契約を結んだ上での支配下登録でした。2013年はオープン戦から好投を続け、一時は先発として開幕ローテーションに入ることも示唆されましたが、結果として中継ぎとして開幕を迎えることに。3月30日のオリックス戦でプロ初登板、2回3分の2を6安打1失点でマウンドを降ります。4月7日の楽天戦でプロ初先発、2回1安打と好投するも雨天ノーゲーム。翌8日にスライド登板し、7回5安打無失点、プロ初勝利を挙げました。その後も先発ローテーションを守りきり、6月終了時点で7勝2敗、防御率 2.15 を記録。オールスターへの選出も決まり、まさしく順風満帆なプロ生活でした。しかしそのシーズンの夏からどんどん成績を落とし、ストレートの球速も最速時速140キロ程度にまで落ち、8月10日には右肩痛で登録抹消。8月23日楽天戦で再登録されるものの、6回途中4失点で敗戦投手となり、シーズン後半は右肩のコンディション不良に悩まされることになりました。それでも24試合に登板し、防御率 3.80、 チーム2位の139回3分の2、チームトップとなる9勝を記録。西武とのクライマックスシリーズファーストステージでは4点リードの場面で登板。5回裏ワンアウト満塁の大ピンチでマウンドに上がり、見事に1回3分の2無失点で切り抜け、勝利投手の権利を得ます。育成ドラフト出身の選手がクライマックスシリーズで勝利投手となるのは史上初めての快挙でした。12月12日の契約更改で球団史上最高の昇給率 500% 増の2640万でサイン。背番号も29へと変更され、育成最低年俸から一気にブレイクを果たしました。2014年と2015年はロッテのリリーフとして活躍。2014年の日米対抗野球では5回までノーヒットに抑えた則本昂大選手、2番手に西四球を出しながらも1回をノーヒットに抑えた西勇輝選手、3番手に登板した牧田和久選手が西球を出しながらも1回無安打とノーヒット系投を継続していた状態で9回のマウンドに上がり、見事三者凡退に抑え系投ノーヒットノーランを達成。2014年からは中継ぎとして登板し、ロッテのブルペンを支えます。特に同年で行われた日米対抗野球では9回のマウンドに上がり、三者凡退に抑え系投ノーヒットノーランを達成。契約も一気に6000万まで上がります。しかし2016年からは右肘の故障などで思うように結果が出ず、2020年には右肘内側副靭帯損傷と診断され、トミー・ジョン手術を受けることに。そのシーズンはリハビリに励み、2022年に一軍に復帰、井口監督から先発での起用を明言されています。石川修太。小学校の頃から野球を始め、中学生までは軟式野球部であった石川選手、高校は東京都立総合工科高等学校に進学し、夏の全国大会では都大会ベスト8まで勝ち進むものの、甲子園出場はなく創価大学に進学。1年先輩のヤクルトに入団した小川泰弘投手が卒業してから登板機会が増えていきました。2013年のドラフト会議でソフトバンクから育成ドラフト1位で指名、育成選手として入団。背番号は138でした。しかし入団直後から右肩や右肘の故障が相次ぎ、3軍戦での登板はあったものの2軍での登板には至らず、ようやく2軍での登板が実現したのは2016年5月21日のウエスタンリーグでした。その試合で初勝利を挙げると、同リーグ4試合の中で2勝2敗、防御率 2.50 と結果を残し、7月1日に支配下登録、背番号も29に。しかしその年のシーズンは2軍で過ごし、契約金も現状維持の500万で契約更新。
2017年は春季キャンプを1軍でスタートし、2月28日の楽天戦で自己最速となる球速時速155キロを計測。2回パーフェクトの好投を見せ、オープン戦でもリリーフとして好投を続け、1軍で開幕を迎えました。4月4日の楽天戦、7回表の1イニングを三者凡退に抑え、5月16日のオリックス戦では緊急降板した千賀滉大選手の後を継いで2回2アウトからマウンドに上がり、1回3分の2を無失点に抑え、プロ初ホールドを記録しました。5月31日の中日戦で初めて先発のマウンドに上がり、6回無失点の好投でプロ初勝利を挙げ、その後は先発ローテーションとしてチームに貢献していたのですが、7月11日の楽天戦で右手の豆を潰してしまい、そこから調子を落としていきます。最終的に初年度となった2017年度は8勝3敗1ホールドと結果を残し、横浜との日本シリーズでも2戦目と3戦目に登板、共に勝利を収め、ソフトバンクの日本一に貢献。育成出身で2勝するというのはシリーズ史上初めての快挙でした。その後もロングリリーフや第2先発として1軍に帯同し、最終的に初年度は500万だった契約金も2021年オフの時点で大台の1億円を突破。2022年シーズンも先発ローテーションとして1軍登録されています。山口哲也、2005年マイナーリーグから帰国し、横浜の入団テストを受けたものの不合格。さらに複数球団の入団テストを受け、最後に受けた巨人に合格。育成ドラフト1位で入団を果たしました。もともとマイナーリーグで培った経験と2006年に行ったフォーム改造で球速がアップ。2007年に2軍で5試合連続無失点と好投を続け、4月23日に支配下登録となります。この時点で巨人で育成枠選手から支配下登録された選手は2人目ですが、4月29日に1軍初登板を果たしたため、巨人の育成枠での入団選手として初の1軍公式戦出場となりました。その後2008年からセットアッパーとして期待をかけられ、自身初の開幕1軍を獲得。9月12日のヤクルト戦で巨人史上初となる全ての中継ぎ登板での2桁勝利をマーク。最終的に67試合に登板し11勝を挙げるなど、その年からなんと9年連続で60試合以上登板を達成。2008年に新人賞など数々の賞を受賞し、2018年に引退。最終的に642試合に登板、52勝27敗237ホールドと中継ぎと思えないような成績を残しました。現在は1軍投手コーチとして巨人選手の育成に努めているようです。いかがでしたか？このように育成枠から入団をしたとしても、努力次第で1軍で一流プレイヤーとして活躍することは決して不可能ではないのです。今年もまたたくさんの育成選手がドラフトで指名され、今も虎視眈々と1軍のグラウンドに立つことを目標に日々汗を流しています。彼らがいつかその背番号を2桁にして球場に現れるのをファンとして楽しみにしたいと思います。皆さんが気にしている育成選手は誰ですか？もしよろしければコメントなどで教えてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。